はい、皆さん、おはこんばんにちは。みーこチャンネルのみーこです、今回なんですけど、久しぶりにちょっと北永田の方に行って、電動スケボーを乗ったり、ちょっとドローンを飛ばしてみたり、遊んでいきたいと、ね、思います。それでは早速行ってみましょう。出発。めちゃくちゃ寒い。いやー、これは寒いわ。思ってた以上に。手袋つけてもね、ちょっと凍えそうだったので一時避難。今日はこれもちょっと紹介したいなと。携帯電話のねカバーをねちょっと新しくしました。ウェイディーっていうところのカバーなんだけど、これすごくね面白くて、ツルツルしたとこ、例えばガラスの面とか、そういうところに結構ひっつくんですよね。で、まあ自撮りとかセルフィーなんかも、ガラスなんかにくっつけてできるので結構便利なのと、結構手から滑り落ちにくいのかなって思うので、まあ私すごくね今愛用してるんですけど、こういう感じでねガラスにひっつくんですよ。でこういう感じで結構吸着力があるのでいい感じにひっついてくれるのかなと思います。なんか磁石とかでひっつけたりいろいろするタイプがあると思うんですけど、今日はねこれ一つねちょっとね紹介したいなと思いまして。
イント変えて、もう一回撮影したいと思います。はい、というわけでね、北方の方ね、ちょっと遊びに来たんですけど、時間が早すぎたのがめちゃめちゃ寒かったです。ちょっとね、滑舌がすごく悪くなるぐらい、頬の方もね、だいぶ冷えてね、ちょっと温まりたいなと思います。はい、ということでね、帰ってきたんですけども、いやー、やっぱね、まだね、3月なんで、やっぱ外はね、まだちょっと寒いですね。3月後半になってきて、やっとこう、あったかくなるんじゃないかなって思うんやけど、やっぱあったかくなってから外出るのがやっぱ一番気持ちいいと思うんで、ね、この寒い時はもうちょっと我慢が必要なのかなと。来週あたりからね、ちょっとまたあったかくなるみたいなんで、天気のね、またいい日はちょっと外でね、いろいろやってみたいなと思います。はい、ということでね、今回ね、この黒巻合成っていうのもね、ちょっと初挑戦してみたんですけど、どうですかね。はい、もし今回のね、動画がね、良ければね、グッドボタンもぜひ、そしてね、チャンネル登録の方もね、またよろしくお願いします。それではね、今回はね、この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。